皆さん、それではおはようございます。朝の会です。はい、今日はちょっとね、短めに、選手ちょっと長くて、講義見たくなっちゃったので、えャラチャラゃと、5分10分でいきたいと思います。今日は、とえー、特に、えー、予定がなかったので、目の前にあった、えー、この、シャクソンの言葉。あ、こっちか。はい、谷川太一さん。 ですか、ね、シャクソンの言葉。えこれから、えー、そうですね、今日はでね、パッと開いたとこ、えー、自分自身を育てる意識を持ちましょうというところで、えー、ダンマパダーですね、これはね、はいえー、ダンマパダの第5章の62番から、原始、えー、仏教のですね、はいえー、っとそこから、えー、一つご紹介しましょう。 えっと、本当を預かっているだけなのです。私には家族がいる。私には財産がある。と思い込んで、人はそれに関していろいろなことに悩みます。しかし、本当は自分の肉体でさえも自分の所有物ではありません。さらには家族も自分の所有物ではありません。ましてや、消えていく財産など自分のものではあるはずがないのです。 という言葉をシャクソンは、えー、シャクソンというのは釈迦のことです、えーと。学術的にも、あの、釈迦というのと、シャクソンというのではだいぶあのね、僕はあの大学での,講,この講義でですね、釈迦を研究している人はシャクソンというらしいです。はい、なので僕はシャクソンというふうにね、えーえー、この方もそうでしょうね、きっとね、シャクソンの言ってるからね、お釈迦様のことですね。はい、そしてこの、えー、谷川さんのですね、 えー、これに対するアウトプットを読んでおきます。人は所有感を持ち始めますと苦しみが始まると釈尊がおっしゃっています。しかしここでこの言葉を読んだ人が陥りやすい罠があります。それは責任感ということです。この項の言葉の表面だけを捉えますと家族も貯金も自分の肉体も自分のものではない。だからどうなろうとも構わない。 執着はしない。とも誤解をされかねません。しかし、シャクソンの真意はそんなところにはありません。自分のものではない。だから勝手にしなさいではないのです。これでは生きたところで何の成長も起こり,起こりませんし、堕落していくだけです。そうではなくて、その全てに最善を尽くして責任を持ちます。しかし、それに対して執着はしません。 という態度が時間経過とともに全ての悩みを自分から解放させていきます。後から自分が後悔することも起きません。自分がすべきことはした上で、それへの執着を持たなければ、その人は真の意味で、この世の勝利者なのです。貧富の差も関係ありません。魔物からの誘惑に負けなかった数少ない人となれます。 与える一方の人になれるのです。あの世でも、与える一方の人々ばかりがいる世界へと惹かれることになります。だから家族も肉体も財産も自分が預かっているだけという思考に自分が切り替えることができますと明るい日差しを浴び始めます。霊的な視点から関しましても、自分は今預かっているだけという思考は、 すべての苦悩を切断していき、今の自分に最善を尽くさせます。預かったものは大切にして、いつか天にお返ししなければいけないという態度は、清々しい風とと,ともに、本当の自分を生かしていきます。このように、爽やかに生きていくことで、人は心の下落、解放されることへと向かいます。 生きる上での考え方の参考にしていただければ幸いです。ということなんですよね。あの、シャクソンの真意という言葉でですね、あの執着しないという言葉はよく使われますけれどもね、えー。ちなみに今度谷川さんってどんな人かなと思って見たら、えー、仏教哲学者ですね。はい。 ドラスタ教なんかもやってますね。いろんな宗教を研究されてる方ですね。あ、それでですね <laughs>。要するにサクソンがですね、言ったことは、えー、自分のものじゃないから執着するなと。いうことで、それで僕たちがその話を聞くと、だったら放っておけと。そんなものを気にせずに放っておけと。知らねえよって言うんじゃないと。 いうことなんですよね。確かにそうですよね。で、シャクソンが言ったことはそういうことではなくて、一旦預かってるから、本当に大切に、まあ自分以外のもんだとして大切に扱うことができますよね。人のもんですからね。えー、自分以外のもんですからね。その預かって、そしてそれに最善を尽くすと。で、預かりもんなんで、いずれお返しします。で、最善をす,、うん、する。 何か最善を尽くした上で、えー、返しちゃうわけですから、そこから見返りを得ないということです。ここがポイントなんですよ。人が執着したり、欲が出てくると、何かをやった時にその見返りを必ず求めるんですよね。私がこれだけこれだけしたのだから、自分もそれを,それをしてほしいとかね。そういうことを求めてしまうと釈尊は言ってるんですよ。 だから自分のものじゃないというこの役はですね、預かり物として考えると非常に納得できますよね。人のものですから、邪気に扱うことができないし、大切に扱って、自分の、えー、できることはして、大切にして、物じゃない、物だけではないですよ。ここでは財産も家族も全てのものを預かり物だと言ってますからね。そしてそれに、 しっかり通して、そしてそこから見返りを求めない。そしてそれを手放しましょうと。まさしく釈さんの言葉、見事に訳してますよね。手放すということが、この下脱の、ま解、あ、下脱というのは解放されるという意味ですからね。手放すことによって自分の欲もそこに一緒に持ってってくださいと。というような意味にとれます。さあ、いかがでしょうか。 すべてのものは預かり物。確かに自分のものを考えてみると、そんなものないですよね。そう考えると、預かってるだけなんだと考えると、非常にこの考え方が柔軟になりますよね。はい。ということで、えー、この、えー、重役、ですかね。えー、シャクソンの言葉、今日は、本当は預かっているだけなのですというお話でした。では皆さん、今週も一週間お元気で。 やめろ。